ユートピア平原とは、火星に存在する広大な盆地につけられた名称である。ユートピア平原は、火星の北半球の中緯度地方に存在する。ユートピア平原とその周辺地域の標高図。画像右上の広い定地が、ユートピア平原。ユートピア平原は、火星最大の盆地であり、その差し渡しは、約3 3 0 0トル程度と見積もられている。なお、 この盆地の中心は、おおよそ北緯50度、統計118度である。また、ユートピア平原は、典型的なスカラップと地形が見られる場所の一つである。なお、スカラップと地形は、主に火星の中緯度地方において見られる地形であり、火星の北半球で見られる典型例が、ユートピア平原でのものである。ちなみに、火星の南半球でのスカラップと地形の典型例は、 パニアス地域やアンフィトライツパテラで見られるものである。ユートピア平原は1976年9月3日に NASA の無人火星探査機の一つバイキング2号が着陸し調査を行った場所でもある。ここの地表にはたくさんの岩石が露出している様子がバイキング2号によって撮影された。ここの地表部分は蒸発残留岩でできているのではないかと言われている。ちなみに SF 作品の一つ、スタートレックに登場する、火星の軌道上にある、宇宙ステーションの造船所の名前は、この平原の名称から取られたものである。地下の氷の分布2016年、NASA のマーズリコネッサンスオービターのシャートの観測データから、ユートピア平原のスカラップと地形の地下1メートルから10メートル程度の、浅い地層に、水の氷の層が存在する、可能性が示された。 この氷は北緯39度から49度の範囲に80メートルから170メートルの厚さで分布しており、水の総量は北米最大の湖であるスペリオル湖に匹敵すると推測されている。ありがとうございます。